アーニャさんはミラよ。私は人の心を読むことができるんすよ。私なんか生まれてこなければよかった。Produced by Production Garage。あなた、今死のうとしたでしょ。どなたですか。え？やっぱり。いきなり何なんですか。私は御身を買いに来た。は？私はあなたの自殺止めに来た。なんで私が自殺すること知ってるんですか？海は見たから。私はあなたがここで死ぬ。海を買いたい。だからここに来た。まさか、私と同じように、この人超能力者じゃないか。って思ったっすね。アーニャさんはミラよ。私は人の心を読むことができるんすよ。嘘。信じられない。私以外に能力を持った人になんて一度も会ったことない。私を騙そうとしてるんだ。他の人と同じように。
なんで自殺しようとしたの？わかりますよね。能力者だから？帰ってください。このまま帰ったらあなたは死ぬ。別にいいじゃないですか。別に私が死のうがどうでもいいじゃないですか。私が死んでも誰も悲しまない。ほっといてください。帰りましょうよ。こんなことしてたって時間の無駄っすよ。いや。死にたい奴には死なせておけばいいじゃないっすか。能力のせいで周りから疎まれるなんて、うちらみたいな人間にとっちゃありふれた話っすよ。そのせいで絶望するってのだって、腐るほどある。こいつだけの話じゃないっすよ。もうこいつには、生きて戦おうとする意志なんてないんすよ。知らねえだけだよ。今まで生きてきていいことなんて何もなかった。私なんて生まれてこなければよかったんだ。イライラするんすよね。こいつの心の色。ジメ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 。ほら、まただ。化け物。私は何回その言葉をリフレインして聞けばいいんすか？もういい加減聞き飽きましたよ。私はあなたの力素晴らしいと思う。嘘だ。本当よ。嘘！私はいつもそんなこと思ったことない！私なんか生まれてこなければよかった！生まれてきちゃいけない人なんて誰もいないわ。話してください！私は今日、あなたに会えたことが嬉しい。あなたに会えたことを感謝するわ。ありがとう。あなたは生まれてきてよかったのよ。
運命って信じる？私は自分がこんな力持ったことは運命だと思ってる。誰かの役に立つために未来は見える、力を授かったと信じてる。私はこの力好きになれませんけど。きっと好きになれるわ。力は決して悪じゃない。自分を否定しないで、肯定してあげて。そしたらきっと楽になれる。海は変えられる。本当は全て意味なんてないの。私たちや、あなたがこんな力を持ってることも理由なんてない。ただ、偶然持ってるだけ。でもね、そこに意味を見つけ出すことはできるの。私は、こんな力を持って幸せだった。この力で誰かを助けることができたし、今日あなたに会うことができた。楽しいことはいっぱいあるわ。だからもう少しだけ生きてみて。大丈夫、あなたは生きていける。自分を信じられないなら、大丈夫という私を信じて。きっとあなたの力も意味があるのよ。変わったわ。あ、アーニャさん、アーニャさん、アーニャさん、だからやめるように言ったのに。どうしたんですか。アーニャさんは未来を変えるたびに寿命が縮まる。それが未来を変えるための代償だって。嘘。アーニャさんは限界だった。私は何度も未来を変えるのをやめるように言ったんだ。なのにアーニャさんはしっかりしてよ。アーニャさん、やめろ。お前が今死んだって何も変わらない。でもアーニャさんはそんなこと望んでない。後悔なんてしないわ。私は私の人生生きてた。私は幸せだった。ありがとう、ありがとう。あなたたちも幸せに なってください。アーニャさん、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 アーニャさん。Thank you.
手な人だな。勝手に救って勝手に死んで、私の心配なんてちっとも聞かなくて。私は生きる。力に。運命なんかに負けたりしない。あなたの力も意味があるのよ。変えられる。生まれてきちゃいけん、本当は全て意味、意味はなんてないの。ダメ、オッケー、そこまで。本当は全て意味、いダメじゃん。全てに、だからこういう2は言いにくい。オッケー、じゃあ次、私はこの力を持って幸せだったから。カットバック。それが未来を変える。あーごめん、はちちょいテンション低い。ショートドラマチャンネル、An actor's passion for acting。 チャンネルガレージ with YouTube。 個性豊かな俳優が様々なジャンルのショートストーリーを演じる短編ドラマチャンネル。ドローンでの空撮をメインに、日本の美しい景色や歴史を伝える Discover J チャンネル。魅力ある企業を紹介する D チャンネル。
ちょっと一息を最高のひとときに、チャンネルガレージ、チャンガレで検索。Produced by Production Garage.